皆様こんばんは、うん、DTP に関する情報番組 DTP クエスト始まりました。はい、すみません、ちょっと今トラブルまして若干ねスタートが遅くなってしまったんですが、皆さん見れてますでしょうかね。見てる方もし見れてたら、あの見れてるってつぶやいていただけるとFacebook に書き込んでいただけるとありがたいです。はい、じゃあね、早速始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、簡単に自己紹介します。私、ゆうじと山中です。よろしくお願いします、ね、お願いします。この2人でね、進めていきたいと思います。はい、今日はね、まあ、アドビ先生、何っていうお題でいくんですが、はい、この番組はFacebook 内のインデザインの勉強部屋というページ上からね、リクエストトピックを立てて配信をしております。そしてですね、この場所ですけれども、まあ、名古屋市の金山にありますコナステルさんっていうスタジオをお借りして配信しております。ね、よかったらこちら使ってみてください。はい、早速ね、本題に入っていくんですが、その前に若干振り返りということでね、実は名古屋の方では、3月の23日に DTP の勉強部屋第46回の勉強会ということで、勉強会をやりました、はい、ね、一応今出ていますけど、この3名の方に、ね、お話しいただきました。内容としてはこんな感じです、はい、セッション1、酒井さんですね。セッション2、浅野さくらさん。そしてセッション3が高野さんということで、山中さんも参加されたと思うんですが、どうでした？一番印象的だったのは酒井さんのセッション。あ、そうですか、はい。今そんなにできるんだなっていう、AI の活用がすごく、うん、まさにタイトルが DTP と AI、括弧人工知能ということで、はい、まさにね、今日はそのお話を受けて、お話していきたいなというふうに思っております。はい、まあ、参加された方はね、酒井さんのお話を聞いたので、あ、こんなものなのだなっていうのが多分ね、だいぶ理解できてるのかなとは思うんですが、ね、当然参加されてない方もたくさんいらっしゃいますし、そうですね、僕もね、復習がてら、そうですね、酒井さんのお話はもう 3,4 回ぐらい、もう伺っているというか聞いていますので、それを受けてちょっと僕もね、はい、復習という意味でアドビ先生ってこういうもんだよというのをちょっと今日お伝えしていけたらいいなと思います。はい、で、一応ですね、酒井さんの、ページ、これ Facebook のページになっていますけれども、まあ、こちらをフォローしていただくと、酒井さんがアドビ先生とかそういった部分のね、関するツイートなんかをね、頻繁にされていますので、よかったらこちらをね、フォローしておくといいのではないかと思います。一応こちらですね、コモンスタイル、こちらが酒井さんの、まあ、ツイッターの方のね、こちらでフォローしていただければと思います。はい、見ててますってコメントいただいて、なるほど、最初で、ね、進んだ時どうしようかと思いましたけど、はい、で、ちょっと最近のニュースを2つばかり最初にご紹介をしておきたいなと思ってます。はい、まず最初ですね、1つ目、ご存知ですかね、皆さん、アドビフォンツに突破分岐の書体がですね、7書体追加されました。はい、知ってました？ツイッターで長谷さん話題になってて、つい最近にね、はい、はい、で、これ見ると6個のように見えるでしょ、はい、でもまあ実はですね、左上から2番目の上のやつですね、こちらは、2個フォントがこれですね、ありますので、まあ、計7書体という形になっています。ただよく見るとですね、同じ名前なんですけれども、はい、マスビがスタンダードというものと、スタンダード N というのがね、あります。で、ちょっとここね、同じじゃないのと思う方もいらっしゃるので、ちょっと若干ね、簡単に説明をしておきます。はい。はい、これね、見出しの明朝の方のフォントなんですけど、上がスタンダードの、まあ、EB、ね、下がスタンダード N の方のフォントになるんですが、で、違いますよね。違い分かりますよね。ヒゲとかウロコとかそういったあるかないかということで、これ実はですね、わざとデザインを変えて作ったという形になっています。これが明朝で、こちらごしくも同じようにね、デザインが違いますよね。ですので、これ使い分けができるようにわざと作ったという形で、実は突破分岐って MacOS にも入っていますし、モリスターパスポートにも入っていますし、で、今度このアドビフォンツにも入ってきたっていうことなんですが、そうするとよくあるのは、なんかね、同じフォントだったら環境が変わったりするとね、そう、フォントが変わってしまって問題起きるじゃないよっていうふうに思うかもしれないんですけれども、これは起きません。実は
フォントのポストスクリプトネームというのが全部違う、わざと変えてあるそうなので、別のフォントとして当然認識する形になるので、はい、問題は起きないと。うん、ただ自分でフォントを差し替える分には、こう、グリフの字形が違うものが、はい、これね、75文字あるので、好きなデザインを選んで使っていくことができるということです、うん、これね、ちょっと左下なんか見慣れた書が映っていますけれどもこれはついこの間、はい、CC 道場でやりました。あの4月10日、はい、フォントの日ということで、うん、CC 道場で、ね、各フォントメーカーさんが来て、はい、いろいろお話しされたりした時に流れたスクリーンショット撮ったものなので、はい、まあちょっとね余分なものが入ってしまった一応ね、75文字、グリフのデザインが違うものがありますよ。これが、まあ、突破文献明朝ということなので、積極的に、ね、使っていただけるといいのではないかなと思います。はい。で、お知らせ二つ目です。ですね、これは4月11日、はい、ついこの間、先週ですね、はい、東京の方のイベントでですね、ナットマッカリっていう、まあ、外国人の人ですけれども、はい、セミナーで喋られました、はい、まあ、一応今出てるような内容で喋ったんですけど、この方アドビの方です。で、多分、ね、ほとんどの方は知らないと思うんですがぜひこれ聞いていただきたいなと思ってちょっとご紹介をしています。ちょっとね実際に JEPN のサイトがこれなんですけど日本電子出版協会、はい、ここでナットマッカリがね、1時間ぐらいセミナーしたんですよね。その時のプレゼンの資料そしてさらに動画もアップされていますので、ぜひ見ていただきたい。なぜかというとですね彼は何をしてたかっていうと、はい、もともと昔はクラリスワークスしてます。クラリスワークス、ごめんなさい、そういう、ね、ソフトウェアがあったんですよ。ワンプロソフトでクラリス社っていうところが出したソフトウェアのエンジニアだったんですね。それがこのアップルに買収されてアップルワークス、いわゆる彼はアップルの社員になったわけなんですけれども、はい、その後辞めてアドビインデザインの最初のエンジニアとしてインデザインの立ち上げに関わって、はい、特に文字組みのエンジンを彼は担当していましたのでフレームグリッドとかね、あとはあれだからここまでにあるコンポーザーですね。コンポーザーとか、単数行と弾圧ってあると思うんですけどコンポーザーのエンジンの開発などもしてまさにインデザインのねベースとなるテキストエンジンを開発した人なんですよね。でさらにその後は、まあウェブの方の、フラッシュとかインバグのテキストの、はい、まあ、エンジンの開発にも関わっていて、まあ、今はですね確かどこに書いてあったけどクリティクラス製品を担当していろいろねやっている形になっているはずです、なのでこれねぜひインデザインのいろいろ細かい文字組みの話をしていますのでインデザイン使った人もさらにはこれは W3C のイベントなのでそちらのこれからウェブブラウザでの日本語組み合わせ的な話でまあ押されていますのでよかったらぜひ見ていただきたいです。これね絶対もう僕もね17、18年以来のずっと友達なので、はい、僕のサイト上のイクさんのネタは彼に教えてもらってこういう風なんだっていうことで書かせてもらったものもあるのでまあね人間に聞いた情報なのは確かですということでなのでぜひ見ていただきたいと思っています、はい、でそして一応ねここに、まあ、QR コードを今出しましたけれどもこれでねちょっと後で見ていただければというふうに思います。さあじゃあ本題の方行きましょうね、はい、今日は、まあ、Adobe 先生っていうのが、まあ、お話の、まあ、主題になってくるわけなんですがまずね AI の話からちょっといきます、はい、AI よく聞きますよね最近、はい、ね、いろんなものに入ってきてると思うんですが、英語で言うとアーティフィシャルインテリジェンスということで、まあ、これは覚えなくていいんだけどもいつぐらいから AI って言葉ができたか知ってます、ね、10年くらいですか。この間言ってましたよ坂井さん実はですねこれ1956年、ダートマス会議というところで初めて人工知能という言葉が出てきたということでもう60年以上前から、まあ、実は研究されている分野ではあるということですよね、はい、で今回のアドビ先生というのは、まあ、何かというとアドビのまさに AI 技術をアドビ先生というということですよね。これでも先生って聞くとなんかねなんか思いませんでした。初めは学校の先生。ああそうこれね最初、2017年の10月に
ラスベガスで行われたアドビマックスでこの言葉が初めて出てきました、はい、で その場に僕もいたんですけれども、先生ってちゃんと日本の語の先生から取った意味だよということで聞いたんですが、僕最初ね、あの学校の先生をイメージしたら実はそうではないらしくて、はい、空手とかあと武道の師範の先生っていう意味でこのアドビ先生って名前が付けられたということらしいですね。まあ、いずれにしろ2017年に初めてアドビが先生という、まあ、このワードですね、はい、を発表したと。じゃあこれ知ってます？アドビマジックっていう言葉聞いたことないですか？何でしたっけ？まさにマジックなんでこれが、ね、初めて出てきたのが2006年だそうなんですけれども、ですね、アドビ先生が2017年に、まあ、出てきたというか、まあ、名前がこう公開されたわけなんですけれども、はい、それまでじゃあ AI の、なんだろう、アドビア AI の、技術をやってなかったので、そうではなくて、実はずっと前からもちろんアドビも AI に力を入れていまして、昔はアドビマジックという言葉と言われたんですね。よくアドビの人がセミナーとかでこうまさにマジック、こういうような技術だよと、ね、あるいるべき人が消えちゃうとか馬が消えちゃうとかね、あでアドビマジックって言ったのが、まあ、この2006年という形になっています。でざっくりちょっとね、念頭でいきますと、まあ、AI という言葉が、最初出てきたのがこの1956年で、1982年に Adobe 社が作られた。ポストスクリプトの会社として立ち上がって、で、1988年にイラストレーター88。実はもうその前の段階でイラストレーター出てきているんですけれども、88というのがまさに88年ですよね。で、2006年に Adobe Magic という言葉が出てきて、13年にはクリエイティブクラウドがリリースされて、2017年にアドビ、あ、これスペル違ってますね。アドビ先生が、ね、登場したという形になります。今気づくとおりで、はい。で、17こちらですね。機械学習ディープラーニング。これ、言葉でこの間も、ね、多分、酒井先生が言ってたと思うので、わかるかなとは思うんですが、これね、実はアドビのホームページ上にもアドビ先生のページがありまして、こんなものだよっていう、まあ一応解説というかされています、はい、実際ちょっとね見ていきたいと思うので、ですね、こちらですね、これがアドビ先生のページという形になっています。書いてありますね、こうスクロールすると、これアドビ先生は人工知能とマシンラーニング、いわゆる機械学習を駆使して隠れたビジネスチャンスの発見や単調で時間のかかる作業の高速化を支援し、一人一人に適切な顧客体験を提供します。うん、まあ、あとはいいか。要はですね、AI で、AI という枠があって、まあ、それは機械学習をして、手間のかかっている作業を楽にしてあげますよというような形だと思うんですよね。うん、で、ちょっともう一回スライドに戻りますけれども、形とは人工知能っていう、まあ、大きな枠があって、はい、機械学習を一生懸命、まあ、あるのソフトウェアがしている。深くディープラーニングでっていう重要なのはこのディープラーニングのところらしいんですけれども、うん、ちょっとそこをね見ていきます。でディープラーニングも僕もネットでことを調べてどういうことができるのがディープラーニングかっていうのをネット見るとですね、このように書かれています。まあ画像認識とか音声認識、異常検知、自然言語処理なんか、こういったことがディープラーニングで可能になるよと。まあとにかく言葉を見ると分かりますよね、うん、ですけどね、まず画像認識、まさに画像や動画から顔とか人の顔とかを特徴、はい、まあ、検出できるような技術、まさに、ね、今もかなりできるようになってきているんですけど、うん、こういった技術であったりとか音声、その声から人を特徴で人をまあ認識したりとか、音声をテキストに、ね、出力できるようなものですよね。そして異常検知、これはまあセンサーなどのこう時系列データからはい、そして自然言語処理、まあ、これはねまさに人が普通普段使用している話し言葉をコンピューターに、僕の入ってないんですか、これ入ってます、あ、ちょっと切れてた、もしかして途中切れてたかもしれないです、あ、なるほど、音声認識がいいからちょっともしかしたら切れてたかも、一応これまあ読んでいただくとね、わかると思うんです。最後のなんかまさに最近流行る、ヘイシーとか、ね、アレクサーなんか、あ、
今このアレクサ反応しちゃいましたけど、あのこういった形でいろんなことができるようになってきています。で、今ねここの部屋 の、 あのアレクサが反応してしまいました、ごめんなさい。で、この機械学習してるんですけれども、じゃあどうやってアドビが機械学習してるかというと、これ意外と知られていないんですが、実は皆さんのインストールしているクリエイティブクラウドの設定の中に、この設定が今出している画面のある設定がありまして、デフォルトではオンになっています。はい、要はその個人のね、作業とか、はい、データなんかを、まあ、アドビが実は分析していて、ワールドワイドでいろんな情報を集めてきて、みんなどんな作業をしているんだと。で、それが、機械学習することによって、例えば切り抜きであったりとか、はい、何かを消すっていうようなものであったりとか、人を検知するっていうような技術にどん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 応用されていって、技術がこう進歩していくという形になってますよね。これはですね、自分のアカウントのプライバシーのところに行っていただくと、デフォルトではオンになっています。なので、アドビ情報をやりたくないという人はオフにしていただいてもいいんですけど、まあ、これはね、オンにしとくとアドビ先生がどんどん賢くなるという形だと思うので、まあ、このままでいいのかなというふうに思います。で、実際にはですね、もうすでに60以上のサービスとか機能にこのアドビ先生のテクノロジーが利用されているということですね。あとちょっと実際にいくつかでもしたいと思うんですが、まあ、もうすでに知らない間に、アドビ先生の技術を実は皆さんね、恩恵を受けているという形ですよね。はい、ちょっと実際に、ね、デモしていきたいなと思うんですが、ですね、まず最初に見たいのは、ですね、実はね、ちょっと7、8分ぐらいかな、あの動画をご覧いただきたいなと思うんですが、今、表示しているのはね、2017年、まさにアドビ先生が発表された時のキーノートの動画です。これ、検索していただくと分かると思うんですが、キーノート、これがまあ2時間20分ある全編入りのやつですね。それをばらしたのが下にこう、あるんですけれども、一番見ていただきたいのはここですね。ここに、Your Creativity, The Future というのがあるんですけれども、うん、まあ、一応このページはですね、日本語の訳がついた形のページになっているので、これはね、僕のように英語わからなくてもだからちょっと実際に、ね、この日本語のところを見ていきたいと思うんですが、これこの動画です。ちょっと音の再調整してください。で、ちょっとね、最初からやると時間がないので、まずここで、どうですかね、音こんな感じで大丈夫かな、あんまり大きくなくても一応ね、訳が見れると思うので、見てきたのはまずこれ今フォトショップです。ただ皆さんが使っているフォトショップではなくて、開発中のものですね。右上に今青いボタンありますよね。あ、はい、うん、では、対話型のフォトショップになっていまして、まずここに何をするかというと、自分が手書きのラフですね、スケッチをまず読み込ませて、フォトショップに認識させるという作業を今からやります。ドラッグドロップしますってありますよね。今右上を見ていっていただくと、今、手書きのスケッチをドロップする、まあ、こんな本当に簡単な、ただこれドロップするとアドビ先生が人間がやるのと同じことをするっていうことらしいんですよね。この辺には何があるかっていうのを認識する、例えば女性がいるよね、星空があるよねとか、ドクッとがあるよねっていうのを認識しても、右上にそのそれぞれの要素を分割した絵が出てますよね。で、拡大するとここにいろいろ下に、なんだろう、こうタグ付けされたような形でいろんな、ボタンが出てますよね。つまりこの絵をアドビ先生が理解して、女性とか星とか宇宙とかっていうのがあるんだな、で、これを理解してみると、で、次何やるかというと、ここで対話するんですよ、この後。まだもちろんこの機能は入っていないんですけれども、言葉で話したと、フォトショップ、こういう操作をしてほしい、そうそうそう、この後やるのでちょっと見てみましょう、何をしてくれるか見てみましょうということで、このスケッチから元に画像を探してねっていう喋りかけたんですね。そうするとポンポンポンとこう女性の写真とか宇宙の写真とかそういったものを、必要だと思われるものをアセットとしてこう今読み込んできている。さっき
記認識しててやつをってことですね。これ絵を元に使うこう必要なパーツありましたよね。それから自分のマシンの中であったり、あとはアドビストであったりとか、の必要な画像を探してきて、こんなんどうですかって表示してくれるんですね。まずはセレクトの作業でかなり役に立つんですが、まあすごいのはここからですよね。まず銀河の画像からいきます。それもドライブすると配置されますよね。でちょっとこれがどうかなって自分で思ったりするわけですね。イメージのイメージと違うとか、違うものにしたいとか、それ見てる人ですよね。別の画面に行くと星とか明るさとかいろんな要素があって、それぞれ自分がこうしたいやりたいっていうのを、なんだろう、先生にこう問いかける的な形でやっていくと、よりそれにマッチした画像にチェンジするというか、それを絞り込んでくるというね。コンセプトを理解をして、銀河には大きさと密度があるというのを理解して書いたんですよね。それによってもう年の少なくしようとスライドを今やっただけな、下げただけなんですけど、それによってもっとちょっと違う、それに合うような画像をまた表示してくれる。よければそれをダブルクリックしてカンバスに置けば OK ですね。やることすごく簡単、要はすごい有能なアシスタントが一人ここで増えたという形なんですよね。次にこのモデルの写真いきますよね。というさ、とりあえずこれ今配置したんですけど、自分のイメージに合うかどうかっていうので、この写真、この女性の写真のセレクトがあるというか、まあ、同じ女性の写真がたくさんあるわけですよね。ここでは顔の位置とか向きとかポジションとかいろんな違う写真があるので、どれを使うかというのを、まあ、これからセレクトしていくということなんですけれども、数が多いので、まあ、なかなかね、一つ一つ見てるの大変、でいろんな、今ちっちゃく出てますよね、顔の向きであったりとか、多分これいろんなそのタグ的な要素というのかな、顔の向き、例えば左や右という項目があるので、向き違う向きの顔の写真が欲しいなっていうのを例えば、選択すると、それを即座に先生が理解をして、これ今スライドを動かすだけで、ここで会場が湧いてるんですよね。ちょっと会場の音はちっちゃめだけど、現場にいましたけど、すごい盛り上がってますね。どんなの、まあ、セレクトするだけでね、最終的にはいろんな指示を与えて、で、OK であればダブルクリックするカンバスに、まあ、追加されると。これだけだと使えないですね、そのままでは。見ると分かりますけど、赤く、要はマスクですよね。これを手作業でやるのは大変なので、まさに進化したこのアドビ先生と即座にマスキングをしてくれると。おおって感じ。これね、生で見たらおすげえっていう感じだったんですけど、まだまだ終わらない。こういうことをどんどんしていって、まあ、今ポスターを作ってるって形なんですよね。ここで Photoshop CC の腕前も見せるべきではないプロの前なので、僕は一応用意してきたこう宇宙船とかまあこうね、今配しますよと。で次のフェーズに入ると。デザインインテリジェントというのらしくて、これ重要。先生って個人個人のやる作業を覚えていって、その人一つによって違う提案をしてくるんですよね。その好みを、癖とか覚えない。そういうことで、ないと例えば同じ写真をこう使った時に、先生が誰がやっても同じ写真なら同じ結果になっちゃうみたいなことになるでしょ。今度はね、ポスターにこう文字を今入力、この文字入れたり入れると、過去のその作業をしたことを覚えているので、こんなフォントでこんな感じでどうっていうのを提案してくるので、あとは選ぶだけ。一応これで、まあ、フォトショップ
できたとすると、これをフォトショップだけで終わるのではなくて、ここでは XD に簡単に持っていけるよと。一応ここではフォトショップの画像が今6枚あるんですけど、これを要は iPhone 用にデザインし直してくれと。まあウェブの人多いパターンですよね。まあ、当然その iPhone の画角に合う形でデザインちょっと調整していかなきゃいけない。でも面倒くさい、ね、いくつかの指示を先生に与えると。だから喋ってる iPhone8 のレイアウト作ってねって喋ると、うん、アドビ先生が理解してる、あんたもうからね、うん、レイアウト作り直してくれる。ここからまあどれを使うかっていうのを選べばいいという話ですよね。まあ、もちろん当然ね、自分で後から調整することもできますしっていう。パッとこう、めっちゃ簡単に。まだ始まってこれ多分ね、5分かもうちょいぐらいかな。うん、で、これも自動的に、ウェブだとページ遷移っていう、その、どこにジャンプするっていうのも認識してやってくれてるってことですよね。じゃあまたフォトショップに戻りましょうということでも、で、一応これねポスターっていうか仕上がったんだけれども、これもし例えば違う女性の写真使ったらどんなイメージになるのかなとか、前に戻っていろいろ試行錯誤と試すことも簡単にできるっていうことを今から、ああいうなんだろう、どんどん上に戻っていくイメージですよね。こう分岐してるからどこにこう戻っていくかっていうような形になっていて、今考え直したいんですけど、ちょっと変え、心も変えたらどんなイメージになるだろうっていうのを見るのに、例えば女性の写真、これね、向きを変えたらどうだろうとか、やっぱり全体のイメージがどういうふうに変わるかなっていうのを、これ簡単にね、変えられる、もし正面向いていたらどうなったかっていうのをこう試せるよって、簡単に。スライダーが出てきて、ここスライダーであるだけでもパッとこうポスターこの画面上だなと、あこっちの方がいいやみたいな感じにできる。全部の工程を覚えてるってことですよね。そうね、もちろん覚えていて、たくさんこうセレクトする場面が何箇所かどんどん分岐していくっていう感じですね、はい、イメージとしては、うん、なので、この写真の部分だけをこう別のものにするとか、そういうことが簡単にできるっていう形になっています。ね、まあ、新しいスケッチをドラッグして、もう一回やり直してもいいんだけど、クリックとして別のキャラクターのパターンにも変えられるよっていうふうに言っていて、ね、そういうすごい男性版も作れちゃうみたいなね。別のアートボードとして、別の、うん、もう一個作ってくれる。これがいわゆるアドビ先生のほんの一部のできることなんだけれども、いやでも一部って言ってもすごいですよね。これねおしまいなんですけど、これがね、2017年のアドビマックスで一番割れたというか盛り上がった、キーノートの場面なんですよね。これを見るとだから未来が少し見えてくるような、XD とかだともうすでに喋りかけて指定したページにジャンプするとかそういったことはすでにできるので、もういずれフォトショップにも写真を探せとか、こうしろ、ああしろっていうことが多分ね、こう口で言いながらできる時代も近づいてきてるんだなという、ね、こうなったらいいよね。だいぶ楽ですね。まあ、そこでまあいろいろ仕事がねなくなるとか思っちゃう人もいるんだけど、基本的な考え方としては、コンシューマーレベルのものはいわゆる一般のね、普通のプロでない人たちは自動でできるだけ何でもできるようにする。ただプロ向けにはなんだろう。要は提案をするということになってきて、はい、最終的に、なんだろう、より美しいものとか人の心に訴えかけるようなものを作るのはやっぱりデザイナー自身ということで、有能なアシスタントが一人増えたと思ってくださいということでね、で仕事、クリエイターの仕事を奪うようなものではないということを、まあ、散々言ってたので、そこだけは大丈夫かなと。よくね、僕ね、質問されたことがあって、アドビ先生ってすごいソフトがあるんでしょ、それ入れたら全部自動でやってくれるんでしょ、そうじゃないですかって、独立したソフトがあると思い込んでる方もいらっしゃるので、まあ、そうじゃないんだよということはね言っておきたいなと、はい。まあ、ただ実際にまだねそこまでのことはできないんですけれども、かなりいろんなことはねできるようになっています。特にフォトショップにはいっぱいね、アドビ先生のテクノロジー、特に
コンテンツに応じるなんちゃらかんちゃらっていくつかあるでしょ、はい、あれはみんな全部 Adobe 先生のテクノロジーが入っているので、うん、かなりね良くなってます。ちょっと例えばですね、最初にセレクトの部分で見ていきたいんですが、そうですね、まあ、ちょっとここに女性の写真あります。これまあね、まだ買ってない Adobe Stock の写真なので、うん、スカシが入ってるんですけど、スカシはねちょっと関係ないということで、例えば選択範囲の中に、ね、被写体を選択で、まあ、コマンド追加されていますよね。こうすると実行すると、まあ、どうなってるかっていうと、うん、見づらいので、ね、ちょっと落ちる、こんな感じで、まああのね、選択、まあ、若干、ね、甘いですけれども、まあ、ここまで選択してくれたらいいですよね、うん、まあ、こんな感じ、まあ、ただこれ背景が壁で、なんだろう、ただ人がね一人写ってるだけだから、まあ、これは簡単だよねって思うわけですよね。じゃあこういうのはどうかなということで、人がもっと写ってるやつ、もっと写ってるやつにしましょうね。これで選択範囲、被写体を選択きてますね。まあこんな感じで、まあちょっとやっぱり若干ね、うん、ところもあるけれど、一応3人重要なんだなっていうのがね、ここで確認できますよね。でちょっともうちょっといきましょうか。じゃあこういうパターン、手前ボケで頭が2つあるけど、これだとどうなのっていうような感じで被写体を選択、こんな感じ。ちょっとね、まあ、奥の人が顔しか入ってないっていうのもあるんですけど、まあまあこんな感じ。でもこの辺は実はですね、どん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  Adobe 先生が学習していっているので、これからねどん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 性能は良くなっていくはずなので、うん、この辺の技術に関してはできるだけ新しいバージョンを使用した方が、まあ、良い結果を得られるんじゃないかなというふうに思います、うん、なので、まあ、新しいものをね、使った方が特に Photoshop はいいんじゃないかなと、うん、ちなみに、ね、イラストでもやってみますね。イラストもね結構ちゃんと行くんですよ。ちょっと分かりづらいのこう、ね、ちょっと手がね選択されてないんだけれどまあまあまあ色がついてるついてないっていう風はちゃんとこれぐらいならあとね、自分でちょっとこうね、うん、まあ、要はこの後にこのね、洗濯とマスクを使って、まあ、自分手作業で調整をするという形にすればいいので、昔に比べたらかなりね、できるかなというふうになってます。で、そうですね、じゃあコンテンツにおいた塗りつぶしの部分もね、見ていきます。まあこんな写真があって、だとします。ちょっとこの辺の岩がこれなんかあんま美しくないのでこれだけ消したい。まあ皆さんね、コンジュール使ってらっしゃる方はこうね選択範囲を取って、で編集メニューからこっちにコンテンツに大きさ塗りつぶし、昔はこれ塗りつぶしっていうメニューで開くとコンテンツに置いたっていうのがあったけど、今はね独立したメニューになっています。これね CC2019 ですけど、こちら実行すると今までと違うのはね、このプレビューのウィンドウが出てきて、ビフォーアフターが確認できる。これがいわゆるアフター。まあ、なんかね、ちょっと今一つだよなっていう感じなんですけれども、それは自分で調整ができるなっていうのが、まあ、CC の2019。これ、グリーンのところの画像を参照して、調整する、してるわけなんですけれども、山とか空はいらないんですよね。要はこの湖っていうか、この水のところだけの画像を参照していきたいわけなので、いらないところ、今ね、マイナスのブラシになってますけど、これで消す。ちょっとね、丁寧にやってると時間かかっちゃうので、まあ、ざっくりと消しますもんね、ずーっと、ね。こんな感じで、これ、ね、いらないよねっていうことで、まあ、消す。そうすると、もうこれね、消したことによって、この部分を参照しないっていうことになるので、結果が変わってくるんですね。で、さらに、もうこの辺はいるよねってなればこうプラスしてあげると、まあ、結果が違ってくるよねっていうことで、自分でそのなんだろう参照する部分しない部分を設定をして、まあ、調整がねできて自分が、納得いくように調整しやすくなったよっていうのがこの機能ですよね。なのでこの辺もどんどんバージョンが上がるごとに使いやすくなっているという形です。まあ、こちらでもやってみましょう。今度はね、蝶々、ね、切れちゃってます。羽がないので、うん、羽作ろうっていうパターンですよねこれも同じ塗りつぶしっていう機能で羽作っちゃうと、まあ、とりあえずこの辺に、ね、羽作りたいので、うん、ざっくりと選択羽を取ります。同じく編集メニューからコンテンツに応じた塗りつぶし、
実行します、ね、ちょっともうありますよね、まあ、ただ絵柄的にちょっとバランスが良くないちょっと不自然ねえ、まあ、要は参照したくないところを参照して参照したいところが参照されてないということなのでここでね、まあ、ブラシプラスにするところと消すところとね、本当もできれば丁寧にやってほしいんですけどこれちょっとね時間かかっちゃうと あれだろうざっくりできますねざっくりとよいしょでこの辺がいるのでこんな感じですよねよいしょ、まあ、一応こんな風にしてと、まあ、さっきよりはいいけど、まあ、うーんまいしたらと思うでしょここにねミラーっていうのがあるんですよミラーはんねミラー鏡のようにっていうちょっとこれいい加減にやったのであしまった間違えた綺麗に来てないけどこれね実はかなり綺麗にいくんですよねこれかんなんか今一つだな多分洗濯範囲の取り方が悪いと思うんですけどこれね何度もやってますけどかなり綺麗にいくはずです今日はねうーん多分失敗したかな洗濯範囲の取り方もうちょっとちっちゃい取っておけばよかったなと思うんですがこれ ね, ですよねほぼね綺麗にできますちょっとね、今は見なかったことにしてもらってでもまあちゃんとできるというのをねあの間違いないのでこれコンテクトにしたら塗りつぶしということですよね、このまあいわゆる写真の他のところからピクセルをこう拾ってきてこううまく埋めてくれるっていう、まあ、まさにアドビ先生がいろんな世界中のクリエイターの作業を学習をして、うんできるようになってきているという形ですよね。さっきのミラーっていうのはその、はい、どこを基準にしてるんですかね中心というか似た絵柄の反転したやつって考えそうじゃないかな別に線が出てくるわけではないので、うん、ちょっとそれはね僕もね今一つ、うん、まあ他にもコンテンツに応じた移動とか例えばここに女の子が歩いてるんだけれども例えばこれをねいい加減性高いとってるからダメだと思うんだけどあのもっと右端の方をずらしたいと、うん、ねコンテンツに、どこだっけこれ移動ってどこでやったっけ、うん、これコンテンツにおいては移動ツールですねツールの中ですこれはごめんなさい、ツールの中に移動ツールがありますこれでこうねドラッグをすると、ね、移動させられるんですわかります、うん、ただこれ見ると今海で揃えたのでこの影の濡れて土がね、うん、ちょっとダメでしょこれ今当然こうドラッグすればサイズ感も調整できるのでこれで実行してあげるとあちょっと今波のところが若干ずれてますけどまああのいい感じにフォトショップが仕上げて、うん、コンテンツに応じた移動であったりとかまあ拡大縮小ですよね、うん、コンテンツに応じた拡大縮小ペンギンをね要はこれもっと縦長の写真にしたいっていうことなんで、はい、うんこれ普通にあの変形させるとですね当然ペンギン太くなりますよね、うん、そうですよね取り消してでこういう時にはコンテンツに応じたここに拡大縮小ってあるんですがこれねこのままだと失敗してしまうので一応ですねアルファチャンネルでちゃんとねこう保護する部分を作っておいてあげるこれはもうなんだろう拡大縮小しませんよっていうようなところをね、うん、あらかじめ作っておくで検索範囲として、まあ、これをね読み込んでおくってことですねアルファチャンネルを でこれでまあコンテンツに応じた、拡大縮小ん何か間違えてるなあ違うでコンテンツに応じた拡大縮小あれあ失礼しましたおかしいなとチャンネルが選ばれてなかったってことですか あ、そうですねこうドラッグしていってもこれ今縮まってるよねあれうんちょっとここあ、まあ、先生こうほぼなしここでそうこうするとアルファチャンネルのところは守られるのでまああの縮めていってもペンギンは細くならないよっていうね形ですよねここに保護っていうのをね選ばないといけないでもやりがちなんですごくいいよね久しぶりにやったのにこういうこともありますっていう形であのコンテンツに置いたシリーズはねまあいろいろとねフォトショップでよく使うケースの多い機能かと思いますので、うん、ぜひね使ってみてください
じゃあイラストレーターやりたいにもないのっていうと、まあ、そうではなくて、例えば、ですね、イラストレーターだとね、これもそうだと思うんですよね。パペットワーク使ったことあります？自由に動かせるやつでしたっけ？使ったことはないんですけど、いうのありますよね。で、パペットワープツールってこの画鋲のマークのようなやつ、これを選ぶと、ね、ピンが打たれますね、うん、分かりました、はい、これね、前の昔のバージョンだとピンは自分で打ってたんですけど、今は自動でここら辺じゃないのって打ってくれるんですよね。へー。今この左下のピンが選ばれていますので、ただこれ動かすと足が動く、尻尾を動かすとまあ、これもね、俗に人とかだと関節のところに打つと分かる、関節、はい、関節に、ピンを打って、まあ、調整するっていう形になってくるので、まあ、例えばこうね、固定するところと動かすところ、あとは回転させることもできるので、こう例えばこうくるっとこれはいいかな、こう回転させたりとか、でこれもねちょっと今の状態だとこれぐらいの機能なんですけども、実は前回のアドビマックスではこれをさらにパワーアップした、もっと綺麗にできるパペットワークの、ドームをやっていたので、近々というかいつか分からないけど、入ってくるんではないかなと思いつつ、はい、パペットワークありますよね。でもう一つね、ちょっと写真を配置してやってみましょうかね。どの写真でこれでいきましょう。ちょっとこう写真を、まあ、配置をしました。で、今ね、こんな機能が入っています。オブジェクトメニューの画像の切り抜き。はい。切り抜き方ってあります？ないです。というか知らなかったです。これね、実行します。はい。そうするとメッセージが出てきます、まず、ね。リンクファイルの切り抜きでは、元のファイルのコピーが埋め込まれます。はい。まあ、埋め込まれちゃうんですよね。で、切り抜いた外側はなくなっちゃうので、まあ、とりあえず OK します。そうするとこんな感じで取り抜きしたらどうですかってアドビ先生が提案をしてくれるんですよね、うん、まさに、いやいやもうちょっとこうしたいよねって言って、まあ、変えたいんであれば自分でハンドルをこうドラッグをして、よければ確定をしてあげると、はい、まあ、それで切り抜けるという、まあ、埋め込みになっちゃうんだけど、うん、これはまさにアドビ先生の技術ですよね。今その切り取った部分の外はないってことですね。そうですね。なのであんまりこれ DTP 的には使わないかなっていう気も、うん、なんか普通にトリミングすればいいのかな、うん、そうそうそう、そうなんで、ちょっと今度はね、似たようなことをインデザインでやります。インデザインにも似たような機能が入りました、はい、でせっかくだから同じ画像でやった方がねやっぱりいいと思うの で、 そうですね、同じ画像でやります。これ配置する前にデザインなら先にね、こんな感じでトリミングしたいっていうグラフィックフレームを作っておきます。いい、はい、ここに今の写真を配置をします、うん、まあ、とりあえず 100% で今配置されているので、サイズとしてはかなりでっかくてはみ出してますよね、はい、うん、でここ分かりますかね、よいしょ、1個ね増えたんですよ。 CC2019 だ、こう、名前が出てこないかな、内容を自動認識に応じて合わせるという、まさにこれはアドビ先生の技術というか、はい、これ実行するとどうなるかというと、ピッやるでしょう、あ、こんな感じでトリミングしたらどうですか、うん、という、まあ、インデザイン、インデザインの場合には埋め込まれないし、はい、画像はもともとねこれ残っているので、うん、後からいくらでもこう、ね、調整が効くという形なんですけれども、うん、さっきのイラストレーターの機能にしろ、この機能にしろ、アドビ先生がこんなトリミングでどうっていうのを、まあ、要は提案してくれるという形になっています、うん、なので、まあ、それが良いか悪いかというのは別問題として提案してくれるということ、うん、でも楽ですよね、最初まあ、そうとりあえずはやってもらって、うん、気に食わなければビジョンですね、まあ、そうですね。なのでインデザインであれば、まあ、DTP ユーザーでもね、埋め込まれるとやっぱり嫌だっていう人が多いと思うのでいいんじゃないかなというふうに思います、はい、もう一つだけちょっとインデザインで同じようなことでちょっとね、せっかくなのでちょっとこれね、もうすでに配置してあるんだけど違う写真でやってみましょうかね、これ、まあ、要は同じ写真を違う、なんだろう、価格というか縦長横長正方形っていうので、やるとどんな感じにしてくれるのかっていうのをこうちょっと
やっていきたいと。同じ写真でいきますね。まあ、女性が3人写ってる写真、今サイズの違うところに3人で、うん、これも同じく、内容を自動認識に応じて合わせる実行します。そうするとそれぞれに合うようにこう、うんうん、どうですかね。これ多分基本的には人間って一番目がいくのは人の写真、人の部分に目がいくので、それぞれ3人がね入るようにやってくれてると思うんですよね。そのいい例としてちょっとこんなのも用意しました。これもね、前に実はこれ酒井さんがね、あのやり方で見せたんですけど、写真としてこんな写真を用意しました。わかりますかね。1枚の写真全然違う人の僕の部分写真と全然違う街の風景の写真を1枚に合体させたやつ、ね、これ撮っていきます。当然こうなりますよね、00基準だから。でこれを、同じ機能実行します。どうなるかというとね、これもほぼほぼね、人のところを見せよう見せよう、やっぱりこれは多分アドビ先生が学習していて、やっぱり人間がパッと見た時にどこに視線がいるかっていうと人間っていうことで、できるだけ人間をこうね見せよう見せようとして、こういう結果を提案してくるという形になってるみたいです。はい、という形なので、まあね、このようにやってくれますけれども、同じ写真であっても作業する人が違うと、どん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 学習結果をまあ、学習していって、うん、結果が人によって異なるということになってくるという形ですよね。うん、まあ、いずれにせよどん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 多分この辺はよりよく、うん、なので切り抜きとか、はい、ね、なんかこういったトリミングとかっていう、どっちかって割と単純なというか、ね、うん、作業はどん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 効率化されていくというふうに思います。なかなかね、アドビ先生でもね、こう面白いんですよね。こうただ我々は特に意識する必要はないので、なんか知らないうちにいろんなところに機能がね、例えばアドビストックとかにも入ってきてるし、タイプ聞いたのでももちろん、ああアドビフォンですか、うん、などの部分であったりと、ああいったサービスにもかなりいろんな機能が入ってきている、うん、特にアドビストックか、写真をセレクトする場合にどんな選び方をするのかっていう選び方、うん、ちょっとせっかくなので少し見てみましょうか。アドビストックで、まあ、例えばこうね、山にしましょう。何でもいいや、実行します。ちょっとアドビストックがね、立ち上がってきて、自分が入力したワードに関連する写真をダーッとね、リストアップしてくれますよね、山の写真で。まあ、フィルターを表示というのがここにあります。これを実行すると、まあ、要は絞り込みができるっていうことですよね、うん、まあ、見ていくとね、まあ、タイプ分かりますよね、これは、はい、価格も分かるし、写真なのかイラストなのか、縦長横長、うん、まあ、この辺はね、いいんですけど、コピースペースがあるかと、はい、コピーを入れられるようなスペースが空いている画像であったりとか、被写界深度、これね、背景がボケてるボケてないですね、うん、これ右にスライダーをやっていくと、より背景がボケてる写真を、うん、選んでくる、ね、これ多分一番右までやるとね、かなり背景がボケた写真だけがセレクトされてくると思うんですよね、うん、あと色の鮮やかさ、低くするとこんな感じ。うーん、あ、ちょっと戻しましょう。で、で低くするとこんな感じで、彩度が低いで、高くすると鮮やかな写真というのは、彩度の高い写真が、まあ、セレクトされてくると。また人物含まれない、要は人物を認識しているっていうことなので、この辺もまさにね、アドビ先生のテクノロジーですよね。で、例えば似た写真をこうなんだ探したい時でも、とりあえず何でもいいので、まあ、こうドラッグをすると、その写真に、あ、JPEG じゃないとダメですね。JPEG、さっき蝶々の写真でいいや。そうするとそれに似た写真を探してくれるんだけども、その時にもね、被写体で似てるものなのか、カラーが似てるものなのか、あと構図が似てるものなのかっていうの、この辺はまさにアドビ先生のテクノロジーらしいです、うん、なので蝶々と関係ないものが出てますよね。うん、なのでこれは自分でセレクトしてっていうことですよね。まずにアドビ先生を使うと、このアシスタント的なことをかなり、やりやすくなっていくんじゃないかなと思います。はい、でですね、せっかくなので、これが、なんだっけ、アドビマックス2018ですね。これも検索していただきたいんですけど、ちょっと基調講演、
これね、日本語訳ついています。基調講演であったりとか、多くのセッションの動画が見れます。これは2017でももちろん見れますね。で、一番見ていただきたいなと思うのがこれです。スニークスというコーナーが Adobe Max にはあります。で、毎年10個ぐらいのね、未来の技術を実際に開発しているエンジニアがチラ見せしてくれるっていうコーナーがありました。これが2018、前回の、Adobe Max のスニークス。そこの、ゲームのコーナーだとね、前回は10個の技術があって、特にね、一番湧いていたのが、これですね、フォントフォリア。チラッとね、見てみましょうか。音が出るので、はい、ですかね。はい。ね、ちょっと最初には飛ばしましょうかね。この辺から。今これ今チーズの文字があるんですけど、これをまあチーズっぽくデザインを今からして、それを他の文字にも当てたいっていうようなことをね、今からやるんですよね。こう、とりあえずチーズの穴の開いたような状態をこの C っていう文字に対して今作ろうとしています。まあ、これ今でもできる普通のことですよね。上に丸重ねて、その丸の部分を抜いてしまえばいいという形なので、まあ、もうこれでアウトライン化された文字になってますわけですよね。これで、これを同じことをね、どんどんやっていくのめんどくさいですよね、はい、で見ていてください。これをドラッグします。これはね、訳がないので、ポンと即そのデザインを適用できる、うん、これこの10個のうち一番盛り上がったのはこの人のデモの時ですね、うん、特に DTP 向けのまさにすごい技術で、これ全然序の口なんですけど、まだこっからがすごい。でこれ文字なので、はい、打ち直せる、今打ち直したのに選んで打ち直せるんですよ。これ実はアウトライン化した文字を本当にできちゃう、はい、その偽装技術なんですよね。なので、これはちょっと飛ばしましょうかね。時間かかっちゃうとあれなので、これは画像の文字なんですよね。これを要は、文字としてフォント化をして他のものに当てちゃうっていう、今本っていう4つの文字しかないんですけれども、これを、フォント化するんです。今やってますよね。認識していて HRNO と認識できたよ、文字いつフォント化されたよ。じゃあでも4つしかないよね、文字でも。これ見てるとね、 A からずっと右側に出てくるんですよ、ね、今 T 打って打てたでしょ、ね、あと画像の文字をフォントにしてしまって、後からだから文字が打ち替えることができる。で、HORA の4文字以外の文字であっても自動で本当右側にこう ABC で出てて、はい、まあ、こんな感じでどうみたいなだと思うんですけど、フォント化しちゃう。これ紙に手書きで書いた、子供の書いた紙の文字もこれを使ってやってるんです。だから子供がね、PC の画面でこの文字があるんですけど、あの文字を、はい、カメラで認識させて、うん、そこに今作ったフォント当てちゃう、うん、買ってるの分かります？なんかね、これで、元々の文字とこれ新しく今、さっき作ったフォントを当ててるっていう、これやったらアウトライン化されたのに元に戻せちゃうと思うんですけど、まあ、実際日本語でやるとどうなのっていうね、アルファベットだからまだいいとは思うんですけど、日本語でできるかなっていうのはあるけれども、これが前回の MAX のチラ見せのスニークスコーナーで一番盛り上がったやつですね。まあ、こんなのがあったりします。はい、なのでですね、ぜひちょっとこれね、ご覧になっている方で面白いなと思ったら、ですね、 Adobe MAXっていうワードであったりとか、はい、アドビ、マックススニークス、S-N-E-A-K-E、スニークスか、これ今出てますスペルが。これで検索していただくと、未来の技術全部公開されていますので見ることができます。ただこれ残念ながら
日本語ついてないんですけどこれ見るとね、すげえこんなことできんのっていう技術がいっぱいあります。ただ日本語弱いっていう方はですね、実は日本あ日本語弱いと間違えてね、英語が弱いという方は日本のアベリマックスジャパン、この間あの11月にあったやつでも動画公開されてます。これキーノートね、公開されていて、下の方に行くといろんなセミナーも公開されているんですが、一番下に行くとですね、スニークプレビュー、日本でも実は、6個の新技術をやりました。だからアメリカでやったののうちの5つをやって、さらにアメリカでは見せてなかった新ネタをいっぱいやってます。でこれ6個動画があるでしょ、ね、これぜひね見てください。こんなことがこれからできるようになるのっていうようなことをね、ここでやっていますので、ぜひ、Adobe Max Japan で検索していただくと多分ね分かると思います、はい、ここでぜひ見ていただくと面白いというか、はい、もう僕はね全部見ましたけどあの見てほしいなというふうに、はい、思っております。はい、というところが、ね、一人でなんだかんだペラペラしたのでですね、ちょっとここからまたスライドに戻るんですけれども、あともう一つですね、このアドビ先生にやっぱりすごく興味あるよ、はい、で、なんだろう、まだまだ機能となっていないベータの部分にちょっといろいろもしできるならばということで、これ実はね、そういうページがあるんです。これね、US のサイトなので全部英語なんですけども、アドビ先生のなんだろう、ベータ下にリクエストアクセス for ベータ、ベータ版に、アクセスしたいよっていうので申し込むと、審査があるのかどうかちょっと僕は詳しいことは知らないんですけれども、ベータ版テストすることができるかもしれません。実際にそのページが、これですね、これが実際のページで、ここにリクエストアクセス for ベータ、あるいは下にスクロールすると他のリクエストアクセス for ベータ、これをクリックすると要は、Adobe 先生のベータ版のいろんなテストしたいよというふうにここで、まあ、申し込みをするページがあって、申し込みしたらできるかもしれないという形なので本当に興味のある方はぜひ、いや本当にあの日本の会社でもその AI の、ね、開発をしなきゃいけないとか、はい、いろいろしなきゃいけないっていうところがちょこちょこ出てきているはずなので、ぜひそういったところ、こういったところに申し込んで、はい、やっていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、あそしてですね、お知らせも一つしておきたいと思います、はい、これは、中村書体とつくし書体、つくし書体って知ってます？メーカーさんですね、あのフォントワークさんのフォントですね、で藤田さんという、まあ、方がデザインされたつくし書体と、はい、ということで名古屋で今度、4月の21日日曜日、はい、あのセミナー日曜日こうセミナーされます。でその時に一緒にセミナーされる方が中村さんという方なんですけども、うん、ゴナとかナールって聞いたことあります？あれ社食の時の、ね、車検の書体で、もう超有名なゴナ、うん、あのゴナ信号ってあるでしょ、森さんの、はい、あれは、まあ、ゴナを真似たって言われてる書体なんで、その、まあ、ゴナであったりとか、あとナール、うん、丸っこい文字ですね、あの、はい、丸ゴシック系のフォント、まあ、社食の時代に本当によく使われたフォントを作られた中村さんという方が愛知の方なんですけれども、うん、めったに表には出てこない方で、そのお二人の対談ありますので、聞いたところによるともう残りの席は本当にわずかだそうなので、うん、これは多分ね、特に古くからやってる方はっていう感じの内容なので、よかったらね参加されるといいのではないかなと。懇親会もあるみたいですよね僕も申し込んであるので行くつもりなんですけれども、これぜひ、ね、楽しみにしておりますので、行ってみたい方はね、こちら、ここから申し込むんですけど、一応ね QR コードを今出しておきます、ね、こちらから、申し込みができます。多分、ね、今日昼間 Facebook ページ見たところであと少し残ってるって言ったので、うん、多分まだ行けるんじゃないかなと思うんですが、興味ある方はこれ見ていただけたらなと思います。もう今週末ですね。あれ今週あそう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 ですよね、うん、あと週そうですね、はいはい、ということでね、今日もまあ1時間駆け抜けてきましたけどもいかがだったでしょうか。ちょっと今日はいろいろトラブルもありながら、そうですね、まあどんなものかっていうのを分かっていただければいいので、なんだろう、アドビ先生っていうソフトを動かすとかそういうわけではないので、これからどんどんこんな風に変わっていくんだろうなっていうのを見て取ってもらって、
あるいは後からなんだろう、自分の、まあ、勉強というかね、はい、うん、こんなことがどんどんできるんだったら、より新しいものを使ってより仕事を快適にしていった方が楽できるって思ったらば、ぜひそう使っていっていただければいいではないかなとも思いますので、それもね、ぜひちょっとどういうものかっていうのを、まあ、頭に入れつつ、あと情報をね、集めていろいろ見ていただくといいかなと思います。ぜひね、ビデオは動画でたくさんありますから、アドリマックスリークスだけでもダーッと。過去のものがいろいろ出てくるのですごいですよ、見ると見出したらなんかゴールデンウィーク埋まりそうですね実際にそれが実装されている機能ももうすでにあったりするので、うん、面白いです。発表されてすぐ次の年に実装されたものもあれば、うん、あんまり評判良くないと実装されないということもあるので、ね、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということでね、インターネット勉強部屋の、まあ、Facebook 上のページのところから、まあ、この DTP クエスト配信をしております。ちょっとまだね、次回決まってないんですけど日時的にゴールデンウィーク明けぐらいかね、そうです ねやりたいかなとは思っていますので、まあ、内容も含めてちょっとね考えます。はい、ね、いずれちょっとゲストも見たいですよね。そうですねそろそろ人も増やして、ね、ちょうど一人にいいよっていう人はいるのでゲストも呼びたいし、あ、そうそう、ぜひ出てみたいという方がいらっしゃいます。僕までね、ちょっと連絡いただければ、はい、ギャラは出ないんですけどぜひ出ていただけるとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日もね、こちら金山にありますコナセさんっていう、まあ、スタジオをお借りして、配信をさせていただきました。自分でもね、配信してみたいという方はぜひね、ここをお問い合わせいただいて使っていただくとね、非常にいいんではないかなと思いますので、こちらもね、合わせてよろしくお願いいたします。これ Facebook でコナセると、ね、検索をしていただければいいかと思います。はい、ということでね、トラブルありましたけど、なんとか無事に配信ができてよかったな、という感じです。ちょっと本当に最初はヒヤヒヤしながら。はい、ね、これで、これから進み、あ、今か。来ちゃった、今来た。やめ。はい。山田さんも一緒に、アドビ先生こんなものだよっていうのをね、ちょっとどんどん広めていってもらえたらと思います。そうですね。なんか一言あります？いい？うん、いいです。いいです。はい。はい、ということでね、1時間ほど。ですね、お付き合いいただきました、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。お願いします。